皆さんこんにちは、のぶです。今日はサンフランシスコのおすすめスポットベスト5を紹介します。まず一つ目はサンフランシスコケーブルカーです。アップダウンの激しいサンフランシスコの市街を走る現存する中で世界最古のケーブルカーです。これに乗っていけばサンフランシスコの市内を一望できますし、ロンバート通りなど名所にも訪れることができます。2つ目はフィッシャーマンズワーフから出航するボートツアーです。漁船に乗ってサンフランシスコ湾の中を一周します。雄大な景色をゆったりと鑑賞できます。ゴールデンゲートブリッジを通過したり、アルカトラズ島を仰ぎ見て母港に戻ります。海側からサンフランシスコを眺めることができる大変楽しいツアーです。3つ目はピア39です。ここは桟橋ですがショッピングモールです。メリーゴーラウンドもあって家族で楽しむにもぴったりの場所です。おすすめはここで休んでいるアシカの鑑賞です。目の前にアシカの群れが肩を寄せ合いながら休んでいる光景が見えます。4つ目はブーディンベーカリーカフェです。ここの名物は何といってもクラムチャウダーです。酸味のあるパンとまろやかなクラムチャウダーの組み合わせが何とも言えず美味しいです。5つ目はナパバレーにあるワイナリーです。私が訪れたのはアルテサというワイナリーです。ナパバレーの雄大で美しい自然を眺めながらここで醸造したワインを飲めます。ワイン好きには特におすすめの場所です。今日はサンフランシスコのおすすめスポットベスト5を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃあまたね。